パニックルームは2002年公開のアメリカ映画。屋敷に侵入してきた強盗たちと緊急避難用の密室、パニックルームに立てこもった母子を描くサスペンス映画。夫と離婚して間もないメグは11歳の娘、サラと共に少し前に死去した老婦号が住んでいたニューヨークの豪邸に引っ越してくる。その豪邸は法律上あと数日は入居してはならないと。 決められていた物件だったが、販売業者のミスで、メグたちは予定より早く入居してしまう。その夜、メグたちが入居していることを知らずに、不豪の遺族の一人であるジュニアが仲間であるラウールと、バーナムを連れて邸内に侵入する。ジュニアは屋敷に設けられた緊急避難用の密室、パニックルームに隠し財産があることを知り、屋敷が人手に渡る前に仲間を連れて、これを、 秘密裏に脱出しようと考えていたのだった。強盗たちの存在を監視カメラと物音で確認した、メグはすぐに事態を察知し、娘と共にパニックルームへと逃げ込む。それに対し、強盗たちは、数々のパニックルームの建設に携わってきた、バーナムの知識を頼りに、中から出てこさせようと、様々な行動に出る。 アルフレッド・ヒッチコック監督の映画を意識した作りになっている。ジョディ・フォスターは、カンヌ映画祭の審査員として招待されていたが、セブンを主張して、以来デビッド・フィンチャー監督のファンだったためこちらの仕事を選んだ。当初ニコール・キッドマンが主演する予定であったが、ムーラン・ルージュの撮影中に怪我をしたため降板した。ただし脇役の声を担当している。また当初、 娘役は、ヘイデン・パネッティアが演じるはずだったが、ニコール・キッドマンの交番により見直され、クリステン・スチュアートに変えられたものの、今度は、ジョディの妊娠で撮影が中断した上に撮影中に、クリステンの身長が伸びてしまい、ジョディとのバランスが悪くなってしまうなどしたために撮影に苦労することになった。ありがとうございます。